何が今日じゃなかったって。ちちち、あんたが間違ったの？うん、2月の28日だよ。うん、それで休んだがよか。うん、うん。大きさはどの大きさで？あの知らんとよ。もっと大きいやろ、ひなの足。ちちち、なんか、この薄くするでしょ？は？は？うん。この大きさでいいよね。は？ちょっとね、ね、は？もうこんだけやろ、もう作った。うん、これだけ。もうないよね。いや、もうちょっと大きいでよかったのかね。こう？うん。あと小さいやつを作らんみたい。うん。ちょこれ違うよね。うん。これも2つにするよね。うん。2つも3つもよかったね。水？うん。は？小さくない？いや。でも、もまんとね。あ？もまんとね。あんたもも？いや、触りたくないの。俺その粉が大嫌いなの。そう。我老公说他不会，他不爱摸这个糯米，他不敢摸这个糯米。我昨天掉了块皮掉了。必须要一把拖铁驴哦。嗯。嗯，我老公说他帮我拍视频，我说不用了，我自己在这拍。这两个大的是用来给我闺女踩的，说是。可他家不离去看我呢，一年大一大的呢。啊。父母の、でも柔らかいよ。だから、とにかく火傷させたらいかんって、熱くて。ああ。まあ、キムさん喜ぶよ、それで。多分ね。うん。みんなどうやって食べるの？硬くなったらどうする？硬くなったら焼いて食べるんや。それでも焼くの？硬いのが。焼いたら柔らかくなるよ。そう？ふーって。ああ。中国で痩せんと？中国ね、ほとんど柔らかいのね。そのまま食べるね。でもやり方が知らないよね。うん、ほら歯は取られるんだ。そうね。そうね。老人たちで。そして喉に詰まらせて死ぬという。そうそうそう。知ってる？そうそうそう。中国人もそう。そうそうそう。同じ。あ、パパにもやらんだ。一つだけ？あ？小さいの大きいの方。小さいのでいい。うん。喜ぶ。喜ぶよ。うん、そうね。12月28日に餅をついて、29日にお寺に行って、31日に入院した。哎呀，そうよね。私も考えてる。もうちょっとあんた早めにあんたと結婚したらね、は？パパママの面倒も見てね。哎呀。いや、日本人じゃ見らんと。違う、もしパパママ元気ならね、私が車運転してスーパー連れて行く、どこどこ遊びに行く、それができるでしょ、私が。日曜日とかね、運転して温泉行く、それとも、うん、レストランでご飯食べるね、二人が絶対喜ぶよね。セチバルのあの温泉、パパとママが入った温泉、うん、行きたかったの、パパが。そうでしょ、はいよ。そういうことを言ったらね、全然、残念よね。俺が一人で死はいるもんや。そうよ、そうね。うん、わかる。あなたも忙しいよね。父ちゃんと病院に連れてください。男、うん、そうね。元旦那ならどんな感じ？知らん。元旦那知らん。もう全然親のこと面倒見てるんだ。知らん。聞いてみる。自分のパパのことした、パパ、ママ。うん、我老公就说，我们俩就说以前嘛，说，嗯。说我和我老公结婚的时候，他的爸爸妈妈就是妈妈已经不在了哈，我老公的妈妈那时候已经不在了，就剩我老公的爸爸了。我老公的爸爸嘛，我倒是那时候，照顾了一段时间，不能说照顾吧，我会去养老院看他哈，就是他那时候也是眼睛不好使，眼睛看不见了，然后就是不能走路了，得坐轮椅嘛，就在养老院里边。啊，他抬不太远。明日休みの？何？変わらない。俺休みな。あ？俺休まない。あなた何する？あの事務所を片付ける。事務所とまだ外を
ここに作ってるの。これはこの道もあなたが作ったの道、うん。川崎さんとね。うん。中の道見せた、見せて、うん、中の道。このあ団地の前の道をね、うん、あそうそう道だけ、うん、この友達をね、うん、友達ね、うん、太いよね、うん、今までこれがあったの壊したのこれああ壊す前にこれを作ったの、うん、これ何これ電気のいや水飲むあ水がここに溜まるの、うん、それは汚いでしょこれはいや綺麗なのえー嘘中に汚物の、うん、何も入らないそううん、友達ねでこれだけで分かることを作ったのうんそれでも時間かかるの、うん、作ったさ簡単でしょこれがこれは簡単やったあ何かかるの時間他の書類さあ他の書類他の書類がここにダーって並んで、うん、2つ部分ぐらいダーって並ぶこの机の2つ部分うん1つ半ぐらいかあれから今紙、ね、がどの高さで紙っていうと本体あ本あそんないっぱいあその写真でしょ、うんうんうん、写真っていうかこのそうそうそう画面の写真でしょ、うん、これ今の現場前でしょ、うん、工業団地あ同じ喋るの中国人いつも外に喋るよね。うん、そう喋る。うん、そうそうでね、お母さんたちがそれとも子供もベビーカーで連れていてね、その公園とかみんな一緒に集まって喋るよね。子供たち一緒に遊びとかね、うん、この辺がないよね。少なげん。そう。誰が開けられた？俺が開けた。なんで？今までの初めてよ。初めて写真が見ないの？なん。うん、初めて見なかった。うん。もうあの手で行くよ、今から。うん。いいことでしょ。そう、いいこと。いいこと。だから。書類も全部仕上げて。あ、測るとこも、ここだけ見ましょうっていうぐらいすればいい。楽よ。ああ。本当よ。だから、そのなんか、くじ、うん、財布に入れるの。うんそういうことも信じてるの山口さん、うん、楽やろがあ楽の楽やろはっきり言ってその社長も持ったかったよ社長も来たってよ今日現場に、うんうん、おるよカオリちゃんあカオリちゃんもおるよあ社長も、うんうん、その検査のことも分かるあそんな簡単に、うん、そんな楽の言った、うんうん、えーや嬉しいね社長が来るなくていいよかったねと思ってたの。うん、いいね。いや、あんたも考えて、ひなできたら、できてから、ねえ、あんたが楽になったじゃない？なんで？あ、ひなのこと、ひなのおかげで。うん、ねえ、違う？うん、この前の現場もね、うん、ちょうど私妊娠するひなを産んで、うんだから、よかったですよ、81点もそうだよ。うん、だから、ひな様にね、ちゃんとね、一緒に。これどうなんすまだ落ちん。そう、なんか水につけて。その茶碗、それとも、うん、その箱でも水入れて、うん。つけて。うん、つけないと、うん、取れないの。ね。うん。ちゃんとひな様にね、喜んでね、一緒に遊んでね。ひな様が怒ったらダメよ忙了又命我老公早晨也没给放米饭我也没放米饭正好做的年糕ひな得带头旅游韩国人韩国人看见肯定会把那个年糕拿走拿吃嗯餅が取るよ、絶対。来たらね、ひなが起きたらね、絶対取るの。その餅が。海賊みたいですよね。何が海賊。海賊は何ヤクザみたいですよね。暴力団ね。暴力。起きた？起きてない。鳥。